覚えてる？アシキ。友達だよね。今からアブミに足をかけて登るからね。オッケー。まずは前進する方法。ねえ、どう？アシキ、結構いい感じでしょ。そいつに企業秘密とやらを聞くか。今から牧場にチュロスの世話をしに行くけど、来るか？行く。じゃあ行くぞ。やあ。話したくないのは分かってるけど、昨夜何が起こったか知りたいの。レイコンは毎晩来るの？続けてきたと思えば何ヶ月もいなくなる。でも必ず戻ってくる。家の周りにいる幽霊、あれは一体誰なの？親父が言うには5人の守護精霊が部族を守ってきたって。夜に現れてエイツォから守ってくれるんだ。嘘か本当か。でもエイツォが家に入ってきたことはない。今度は俺が質問する番だ。砂漠のど真ん中で本当は何してる？何かから逃げてるみたいだ。過去を忘れようとしてる。やり直すために自分から逃げてるのかもね。同じだな。お前も暗い秘密を持ってるんだろ。私、私実は ポールだ。井戸が壊れて牧場に水が足りてない。帰りに見てかないと。私が見てこようか。ああ、何もできないとは思うけど。やるだけやってみる。井戸はどこなの？ああ、あっちだ。風車がある。目立つはずだ。オッケー。じゃあまた後でね。ああ、またな。
デン、ポンプが動き出した。何か見える？エイデン。霊体が要塞の兵士を虐殺。これがエイーツ。
雲の木、私が増資した場所。何もない。儀式の覆面をつけてた。彼らは殺された。亡霊に。ありがとう、エイデン。おかしい。これには語符がない。赤ちゃんの首に巻いた。力を貸して、何があったか確かめないと。今のじゃ早すぎる。分からないよ。これじゃなんかよく分からないよ。何かが欠けてるみたいで。ポールに語符を見せよう。何か知ってるかも。家の中に帰ろう。そんなの意味ないよ。他にどうすりゃいい。言っただろ、レイコンとは戦えないんだ。赤ん坊にかかっていたやつ、母がくれたのよ。祖母がしたように。それにこれもくれた。5つ目の5分。
エイーツを召喚した。我を忘れ、侵略者たちを憎み、精霊を呼び出し、敵を殺し、復讐を果たし、精霊は満たされず、血を欲して、あのエイーツが戻ってきた。我らの命を奪いに。あなたの先祖が家を守ってくれているんですね。過ちを知り、己のもたらした悪魔から我らを守るために戻ってきた。霊体を連れてくることができたなら、あの世に送り返す方法もあるはず。彼らは儀式を行って道を開いた。呪文なら今も覚えているが、儀式は遠い昔に失われてしまった。儀式をこの目で見たんです。準備するから呪文を唱えてくれませんか。急いで、奴が来る。炎、家の前に火を焚かないと。
待て。今から行く場所によそ者が来るのは初めてだ。何百年もの間、そこに部族の死者を埋めてきた。とても神聖な土地だ。これはあなたの先祖の骨。きっと仲間と一緒に埋められたいと思っていたはず。ポールを救えたはず。それなのに。お前のせいじゃない。親父は島サニと先祖と一緒にいる。幸せなはずだ。
もう決めたのか？行くんだろ？やらなきゃいけないことがあるの。自分の過去と今ならきっと向き合えるはず。君には俺たち全員が本当に世話になった。もし行き詰まることがあれば帰ってこい。自分の家だと思って。寂しくなるよ。私も絶対忘れないよ。アシュキーが悲しがるな。いつか会いに戻ってくる。なあジョディ、まさか歩いていくつもりなの？時間かかったが走るようにはなった。ほら持っていけ。せめてもの気持ちだ。